さて今日はですね、市川海老蔵最強というテーマでお話ししたいと思います。市川海老蔵最強というですね、中学生みたいなタイトルなんですけれども、新作歌舞伎プペル天命のゴミ人間を、見に行ってきたので、今日はその感想でございます。年末にね、帰国しまして、そっから僕はね、2週間の隔離があって、昨日ようやくね、隔離が明けたんです。なんじゃかんじゃで、だから、1ヶ月ぶりのに日本の街を歩いたんですよ。で、隔離が明けて、もう最初にやることといえば、もう決めてました。プペル歌舞伎を見に行く、これの一択なんですよ。で、僕ね、ちょうどプペル歌舞伎の、稽古が始まるタイミングで、渡米したので、稽古やですね、リハーサルに一度も立ち会えなくて、舞台初日にも立ち会えなかったんですね。なので、かなり、っていうかもうほぼお客さんですね。お客さんという状態で、一応お客さんという状態で今回のプペル歌舞伎を見させていただいたんですけれども、結論から言うと最高でした。本当に素晴らしかった。まずね、作り手の目線からお話しすると、これはものすごく、ポジティブな意味でね、ポジティブな意味で、僕が演出に入っていたらもっと、エンタメしてたんだろうなと思ったんです。会場時に音楽を流してさ、当然客席案内スタッフさんも衣装着て、役を演じていて、お客さんが一歩劇場に入った瞬間から世界を作るっていうことをやっていたと思います。まあ知ってる方は知ってると思います。煙突町のプペルオンラインで検索していただけると、昨年行ったファミリーミュージカル、煙突町のプペルのオンライン配信チケットのサイトが出てくるので、ぜひそちらでチェックして、いただきたいんですけども、会場の客席案内スタッフとかあって、全員役者さんなんですよ。役者さんとかダンサーさんなんですよ。なのでみんなこう演じてるんですね。みたいなところから僕作っちゃうんですよ。で、こうちょっと話戻しますね。で、僕がやりたいことをそのままやっちゃうと、それは歌舞伎ではなくて歌舞伎っぽいエンタメに、海老蔵一座が出演したっていう状態になっちゃうと思います。で、今回はそうじゃなくて、新作歌舞伎とはよく言ったもので、企画の一つじゃなくて、歌舞伎の演目を一つ新しく作ったっていう感じでした。一線を越えてないんですけども、それがね、すごく良かったんですよ。例えば、立川志の輔師匠の落語で、面白いことをするぞとか、新しいことをするぞと言ってですね、プロジェクションマッピングとか、あるいはバックダンサーさんとかが出てきたら、まあそれはそれでね、楽しいのかもしれないですけれども、やっぱり志の輔師匠の落語を見に行ったらですね、志の輔師匠の話芸に集中したいじゃないですか。志の輔師匠のこの首の振りだけでそこに登場人物の姿を想像したいじゃないですか。座布団の上でステージ上には立川志の輔しかいないっていう状況、それを見に行きたいじゃないですか。そんな感じで、ここは結構難しい線引きなんですけれども、エンタメを見に行ってるっていうことには変わりないんですけども、やっぱりね、歌舞伎を見に行ってるんですね。なので歌舞伎とはかくあるべしみたいな、ルールというかお作法があるのがですね、実はすごく良くて、今回はそのラインを守っていて、肩なしじゃなくて肩破りになっていたっていうのがすごく良かったですね。そしてこっからは、ただの一お客さんの感想なんですけれども、これはプペル歌舞伎を見た方の感想とおそらく同じだと思うんですけども、市川海老蔵がかっこよすぎた。もうめちゃくちゃかっこいい。僕、中身が結構女子でして、イケメン好きなんですよ。この顎のラインフェチだったりして、イケメンを見てはですね、キャー素敵ってなるやつなんですけどもね。だけれども、そんな僕のですね、女子心をマックスまで引き上げてくれる、興奮させてくれるのが、市川海老蔵っていうもう大役者でして、今回ちょっとやばかったですね。何あの色気。今回隣の席にね、座ったマダムとですね、もう仲良くなっちゃったんですけど、あ、西野さんですかって声かけられたら、あ、どうもどうもみたいな感じで仲良くなったんですけども、一幕が終わった後もですね、そのマダムはですね、ダメ、まだ緊張するとか言ってらして、もうその気持ちすごくよくわかるんですよ。市川海老蔵が数メートル先にいるっていう事実にやられちゃうんです。ステージ上にいる市川海老蔵の声や仕草やフォルムが、とにかく美しい。存在そのものがアートで、以前ね、海老蔵さんに、歌舞伎って何なんですかみたいなバカな質問したことがあったんですけども、その時に海老蔵さんから、歌舞伎役者が出ているのが歌舞伎ですっていう言葉が返ってきて、もうね、その言葉に偽りなしでした。これは、プペル歌舞伎の制作時に、サロンメンバーさんと共有した話なんですけども、歌舞伎って、早替えってあるじゃないですか。今回は市川海老蔵が五役に挑戦みたいなのって聞いたことありますでしょ？ありますでしょって。もう興奮してデビュー時みたいになっちゃった。ありますでしょって言っちゃったよ。ありますでしょ皆さん。あれってなんで一人で何役もするのって思いません？別の役者さんを立てた方がメイクや衣装もこだわれそうじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。歌舞伎って歌舞伎役者を見たいんです。市川海老蔵を一秒でも長く見たいんです。
市川海老蔵に1秒でも長くステージ上にいてほしいんです。このあたりが、あと映画とかドラマとか演劇とかミュージカルと違ったところで、これはまあ一ファンの、ど素人の意見ですけども、変な話、歌舞伎はですね、ストーリーよりも役者の出演時間の方が重要度が高い。そう考えると、早替えっていうのが実に合理的だっていうのがわかると思うんですけども、そしてそのことはですね、やっぱね、生で歌舞伎を体験してみると、本当によくよくわかります。で、今回のね、プペル天命のゴミ人形、まだご覧になられてない方もいらっしゃると思うんですけれども、もう喋りたくて仕方がないので、軽いネタバレ含んだ、見どころを最後にちょっとお伝えするとですね、お芝居の後半の方で、市川海老蔵を演じるゴミ人間プペルがですね、自分がですね、主人公、これ、春ちゃんって言うんですけども、勸玄君とかボタンちゃんが演じてる、この主人公の父親だ、自分がこの子の父親だって気づくシーンがあるんですね。で、それまでずっと情けない顔で、への字型で、の眉でいたプペルがですね、その瞬間明らかに顔が変わって、会場全体がですね、新橋演舞場全体がですね、あれ?なんかプペルの雰囲気が変わったぞっていう空気になるんですよ。そこからその表情のまま、天下の大泥棒のジロ吉のところに行って、第一声、ごめんください、泥棒をお願いしたいんですけどもって言うんですけども、もうこの瞬間、バカみたいな感想言っていいですか?キャーってなっちゃう。さっきまであんだけなよなよしてたのに、その瞬間一気に父親である熊八の、いや違うな、市川海老蔵の不良性がガンと出るんです。もうあのまま抱いてほしい。そのシーンめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ見てください。まだプペル歌舞伎を見ていない人、なんとかチケットを取ってぜひ見てください。僕はもう一回見に行きます。次はボタンちゃんの回を見に行きたいと思います。